その時の心とか、その時の状態、そういうのが全然全部フラッシュバックしてくるんで、そこで表情ってどんどんついていくんで。わかりました。なんか決めポーズしかやらせてなかったかも、私。決めポーズだけじゃなく、ね、普通の顔とかも、普通のも表情、だから何気ない時の方が一番心豊かですから。チュボったら OK。 ああ、っていうか今の説明入ってるのごっつこっぱずかしいんですけど。今もうね、カットしておきます。